皆さんこんにちは。過去問が一番の予想問題だというタイトルで5分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当はレクセン人講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さて、なかなか奇抜なタイトルだと思いますけれども、過去問が一番の予想問題、これどういうことですかって言いますと、その過去問を何のためにやるんですかっていう、そういうお話なんですよね。で、過去問を何のためにやるんですかね、だって過去問なんてやったって二度と出ないじゃないですか、だってこれ過去に出たやつでしょっていうふうに、言われることがあるんですけれども、実はですね、過去問って一番の予想問題になるんです。それどういうことですかっていうところをですね、まあ、ある単元をちょっと使って見ていきたいと思います。それがですね、土地区画整理法というところをちょっと見ていきたいと思います。まあ、どの単元でもいいんですけども、とりあえずこれですね、2016年問いの21番で出題されたんですね。で、問いの21番で出題されたんですね。で、これがですね、誤ってるものはどれかという問題だったわけです。で、誤ってるものは実は4番だったんですね。4番で、土地区画整理組合の設立の認可の広告があった日後、管理処分の広告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となる恐れがある土地のケースの変更を行おうとする者は土地、当該土地区画整理組合の認可を受けなければいけないという問題、これが×ですという形だったんですね。これ土地区画整理組合の認可じゃないです、知事等の認可ですっていう問題だったんです。はい、実はこの問題ですね、こちら次のページに載ってる通りですね、なんと合格者はですね、そう、これ答え4番ですよね、なんと合格者は 94.9%、 そう、合格者はこの問題ほぼ間違えてないんですよ。ただ不合格者になるといきなり間違えてますよね、これ。で、どうして合格者はこんなにできるんでしょうかって言いますと、実はですね、これ、その横の問題です。2007年の問いの24番の問題ご覧ください。2007年の問いの24番ね、まあ僕も持ってる方は96番ですけれどもね、こちらの選択肢の4番ご覧ください。土地区画整理組合の設立の認可の広告があった日から、当該組合が、行う土地区画整理事業にかかる管理処分の広告がある日までは、施行地区内において事業の施行の障害となる恐れがある、土地のケースの変更や建築物の新築等を行おうとする者は当該組合の許可を得なければならない。はい、これ答え×です。はい、組合の許可じゃないです、知事等の許可ですっていう問題なんですけども、あれ同じ問題じゃありません、これ。そう、過去問をまあちょっとと言い回しは変えてますけれども、ちょっと言い回しは変えてますけれども、同じ問題なんですよ。そう、だから過去問やってる人は、そう、もっと言い方変えましょうか、過去問やってる人は言い方変えますよ、合格者は取れるんですよ。だから過去問やってくださいっていう、そういうところもあるんですね。はい、まあ、大体ですね、こういうのを過去問の焼き直しみたいな感じで言うんですけれども、もう過去問の焼き直しの問題だけで結構やっぱりね、6割7割やっぱり来るわけですよ、ということになりますので、過去問どれだけやってるのかっていうのは、そう、わかります、二度と出ない問題集じゃないんです。過去問って最高の予想問題になるんです。そうで、実はですね、例えばこれ問題変えてみますと、例えばですね、問いの98番ですね、僕もんでいうところの、まあ、僕も持ってない方は2008年の問いの23番なんですけれども、こちら、例えばですね、選択肢の3番、この問題、実はこれ、その翌年、2009年ですね、2009年の、問いの21番で、2009年問いの21番の選択肢の2番で、実は一字一句同じで出てるんです。これ選択肢の2番、仮漢字が指定された場合において、仮漢字が指定された場合においてはね、従前の時、じゃあ私、問いの98番の3番読んでますので、皆さんは問いの103番の2番見てください。いきますよ。仮勘違いが指定された場合においては、従前の宅地について権限に基づき使用しまたは収益することができるものは、仮勘違い指定の効力発生の日から勘違い処分の広告がある日まで、仮勘違いについて従前の宅地について有する権利の内容である使用または収益と同じ使用または収益をすることができるね。一字一句違わないで出てますよね。そう、実はこれ句読点の位置まで一緒なんですよ。そう、こういう形で、そう、しかもこれ2008年と2009年ですよ、翌年ですよ、翌年にそのまんまコピー&ペーストして出してるんですよね、ということになりますので、
だから過去問やってくださいってみんな言うんです。そう、二度と出ない問題集じゃないんですね。最高の予想問題になります。で、まあさすがにね、あの最後の例、一字一句一緒、これはまあさすがにレアです。でも先ほど出した例ね、同じ論点できますよねっていう問題、まああとはちょっと語尾だけを変えてできるとできないを変えたとかね、そういった問題っていうものは数多くあります。ですのでしっかりと過去問を制覇してね、過去問と同じ問題が出たら解けるようにする。たったそれだけでもね、かなりの点数稼ぐことができます。ですのでしっかり過去問と向き合って頑張ってやってください。それではですね、5分ほどではございましたけれども、お話はこれで終了させていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。